はい、皆さんこんにちは。これからこれは落としたくない兄弟理系数学というタイトルでやらせていただきます、吉武と言います。よろしくお願いします。この授業では兄弟理系数学の中でも比較的優しい問題をピックアップして出題解説をしていきたいと考えています。まあ兄弟理系学部志望の方はもちろん、数学の基礎は固まってきて応用してみたいという方や、兄弟ってどんな問題出すんだろうと興味を持ってくれた方もぜひぜひ受けてほしいなと考えています。で、第1回はイントロということで、内容としては動画の使い方であったり、あとは兄弟理系数学ってどんなものなのかなっていうのを紹介していきたいと思います。では早速まず動画の使い方について少し説明をしたいと思います。授業の流れとしては、まず一番最初に出す問題を1問書くので、その問題を見たら一度停止してください。そしてその停止した画像を見て問題を解いていくと。で、横に目安の時間も書いておくので、その時間に合わせてやってみてください。もし早く終わった場合は少し見直しもして自分で完璧な回答を書けたと思ったら再生してもらって構いません。もしあまりにも目安の時間を越してしまうようであれば、そこで少し諦めてもらって解説を見て復習するという形でお願いします。それでは早速兄弟理系数学について話していきたいと思うんですけど、もう兄弟理系数学ってどんなのか分かってるよっていう人や、別に兄弟あんまり受ける気ないしなっていう人は、ここは飛ばしてもらっても結構なので、次の第2回に進んでください。では兄弟理系数学について説明したいと思います。でもこれは僕があくまで思ったこととかも入っているので、全部鵜呑みにしてもらっては少し困ることもあるかもしれないんですけど、説明したいと思います。まずどんな形で出るのか。まあ、兄弟理系数学っていうのは、大問が6つあります。で、時間としては150分ですね。結構長いんで、なかなかやってみたことがない人はちょっと長くてびっくりするかもしれないんですけど。で、去年から理系は統一して同じ問題を解くことになっています。で、以前はこう項と乙っていう区別があって、まあ、乙の方が少し難しかったんですけど、基本的に工学部の方とかはほとんど乙を受けることになってました。で、配点も学部や学科によって違うので、自分たちでその受けた学部とかを確認してください。で、よく出る問題ですね。まあ、兄弟数学の中でもよく出るのは、例えば整数問題だったり、整数問題ちょっと数学を始めてた人は聞いたことがないかもしれないんですけど、少し特徴的な範囲で教科書にもなかったりして、特別な対策を取らないといけません。で、あとは図形であったりとか、論証であったりとか、まあさまざまなジャンルが出るんですけど、あとは場合の数、確率とかも比較的よく出てますね。で、兄弟の中で大切にしてほしいのは、特にこう自分で回答を作り上げていく力。論証力というものをちょっと大切にしてほしいんですね。こうセンター試験とかだと回答が合っていれば丸っとなってしまうんですけど、こういうふうに二次試験では答えが合っていても仮定が違えば×になってしまったりとか、逆に答えが間違っていても仮定が正しい考え方であれば、こう追加で点数がもらえたりすることもあります。結構兄弟は抽象的な問題が多いので、自分で具体化してそれを自分の頭の中で考えて論証していくってこともとても多いので、しっかりとこの力をこれから身につけていってほしいなと思います。あと、論証力の一つですが、回答の流れを自分の中で大切にしてほしいなと思います。で、兄弟の回答用紙っていうのは、こうほぼ何も書いてなくて自分で進めていく形なんですね。
紙があって、ほんまになんか何番とかだけあって、残りは自分で書いて、カッコ1とか自分で作っていって、書いていくような形ですね。ただでも、教材の場合は、やっぱり証文があるというよりも、その自分で一問を丸々完成させるって形の方が多いので、そうですね、僕のとかやと、受験期には無地のノートを使って、その実際、テストの雰囲気を味わいながら解いてみたりもしていましたね。そうですね、これから多分京大って名前を聞くとすごいなんかこう圧迫感じゃないですけど難しく考えてしまいがちなんですけど、結構出てくるのはこう基本を大切にしないといけない問題で、こう基本のある程度こう定番の問題があって、それを応用に使っていくと。ただ実際自分が問題文を読んだだけでは定番かどうかっていうのがわからないと。で自分でその問題文を噛み砕いていって、どんどん自分がその教材さんはどんなことを聞いてるのかなっていうのを自分なりに解釈して、それを自分が今まで習ったことを生かして回答に持っていくっていう流れになります。この作業が非常に難しいので、これからこのカリキュラムでぜひ実際に慣れていきたいなと思っています。そしてこれから多分十数回このカリキュラムが続いていくと思うんですけど、やっぱり自分でいかに回答を続けていけるか、この論証力やっぱり身につけていただきたいと思うので、できれば途中で諦めるんじゃなくて、自分でできる限り文章を書いてみて、でそれが数学的に間違ってないかをしっかり自分で確かめて、最後にチェックし終わってから解説を見るっていう形でどんどん使っていってほしいなと思います。一応容易な問題とは言ってるんですけど、やっぱり教材なんで簡単には解けない問題もたくさんあると思うんですけど、それでも、まあ、解けた時は喜びも感じますし、解けなかったら、あ、こういうふうな考え方もあるんだっていうふうに捉えていただけたらなと思います。それではこれからたくさん授業を提供していきたいと思うので、ぜひ一緒に勉強してこの京大理系数学をマスターして、ぜひ志望の大学を目指しましょう。これからよろしくお願いします。それでは第2回は整数問題を取り上げたいと思っているので、もし予習が必要な方は軽く復習だけしといて、でその次の授業に臨むって形にしてください。それでは今回の授業終わります。ありがとうございました。